あーどうしよっかな。ソース焼きそば作る準備できてるけど、つけ麺食べたい気持ちにもなってきたんだよな。どっち作ればいいかな、迷うな。そんな時はソース味のつけ麺を作ればいいんだよ。というわけでまずは豚肉を焼いていきます。すでに豚肉の方には塩コショウで下味をつけてあります。それで肉の色が変わってきたら野菜炒めミックスを加えます。そんで野菜がしんなりしてきたら焼きそばの麺を加えます。いいですね、焼きそばって肉の油を吸って美味しくなるみたいなところありますよね。もうお店の屋台とかでも油テッカテカの焼きそばあったらもう本当に食られてしまいますもん。それで麺の方がほぐれてきたら特に味付けせずにこのままお皿に盛ります。そんで盛り付けて空いた鍋にお水 150cc ほど加えて沸騰させます。そんで沸騰させながら鍋底についた肉とかの旨味をこそぎ取っていくと。そして沸騰してきたところでこちらの焼きそばの麺に付属で付いてきたソース、粉末ソースを加えます。粉末ソースなのに液状化しちゃうっていう。そして最後に少しだけごま油を垂らしてこれで漬けダレの完成です。というわけで完成しました。こちらは漬け焼きそばになります。この液状化したソースにこの麺を浸して食べると、以前都道府県シリーズでやった静岡県のつけナポリタンっていう料理があって、ナポリタンがいけんならこのソースもいけるんじゃないかと。それでは早速こちらをソースに浸してみたいと思います。よいしょと。ではつけソース焼きそばいただきます。あ、いける、これ案外いけるぞ。まあ味はもちろんソース焼きそばなんですけど、漬け具合によってその味の濃さが調節できて、それが楽しいですね。その普通のソース焼きそばって、その普通の粉末ソースであると雑に作ると粉の箇所が固まったりして味にムラできたりするんですよね。これならその心配もなくて、ほんとつけ麺っぽく食べられて、そのなんていうでしょう、口の中がほんとジューシーと言いますか、その味が濃すぎたとかそういう失敗をする心配がないですね。それで今回こうやって食べて初めて分かったのは、こういう粉末ソースってソースだけじゃないみたいですね。結構出汁の味感じるんですよ。それで調べてみるとチキンエキスとかそういったのが入ってて、つけ麺の要素があるんですよね。よりクリアにソースの味が分かると思うんで、ぜひとも皆さんソース焼きそばつけ麺試してみてください。